農業漁業のスペシャリストたちが注目しているもの、それが光合成細菌。その光合成細菌を使い、熊本に、そして世界に新しい価値観を与えようとしている人物がいる。その人物が古賀葵、25歳。彼女は崇城大学の博士課程で学ぶ学生でありながら、株式会社シアモの社長なのだ。焼酎粕を餌にして光合成細菌という微生物をどんどん増やして、それを農業とか水産業とか畜産業で使うような資材の販売をしています。シアモの事業内容は、焼酎粕で培養可能な光合成細菌を活用した培養ビジネス。そもそも光合成細菌とは何なのだろうか。田んぼとか米、いぐさ、レンコンとかは水が張ってある水田とか蓮田とかっていう環境で、硫化水素っていうガスが畑から出るんですけど、その硫化水素があることで根っこが腐れたりとかしてしまうんですよ。それを光合成細菌を入れることで防ぐことができて、収量が上がったりとかにつなげることができます。農作物の成長促進や品質向上に効果があると言われている光合成細菌。しかし、光合成細菌は高価な資材なのだ。そこでシアモは、光合成細菌をもっと手軽に使えるようにするため、農家の方が自分で培養できるクマレットを開発した。ご自身で培養できれば10リットル500円で増やすことができるので。このクマレットにはもう一つ特徴がある。光合成細菌は結構培養が難しいんですよね。何回か培養を繰り返すと真っ赤にならないんですよ。薄ピンクみたいな状態までしかならなくて、この焼酎粕を使った培養液を使うと、もうすごく赤く早く短期間で増えます。光合成細菌は今まで農業がメインで販売とかもされてるんですけど、実際私たちも農業メインで動いてたんですけど、今後は農業だけじゃなくて水産業であったり畜産業であったり、そういったところに広げていきたいなと思っています。でゆくゆくは今回天草で試験させてもらって、エビの成長にいい影響があれば、今後は東南アジアとかでも使っていきたいなと。光合成細菌を使うことでできるだけ化学薬品を減らすことによって環境を良くしていきたいなという思いもあるので、そういったところを目標に今活動をしています。古賀葵、25歳。世界を変えるかもしれない彼女の挑戦は始まったばかりである。